沖縄そううまくいかないですよ。君なめてんのかこら、おいさらっちまうぞこら、おい借りる時だけ平行なしやがってこら、おいなめんじゃねえぞこら。兄貴何バカなことやってんですか。やることねえもん。まだこれ来てんのか。嫌だよお前。アルファやめたんすか。嫌なこと言ってんじゃねえバカ野郎。あいつ20年営業場だけ歩いてきたんだよ。それがいきなりだよ、奥多摩の工場行けって。じゃあ首っていうのはどんな姿勢。首だよ。だから今タクシーの運転やってんじゃないかよ。こんなとこでキャッチボールやってんじゃねえよバカ野郎。どうだ、こんなとこ来るわけないですよ。そうだけどさ、お前張り込みでその格好はねえだろ。ちゃんとそういう名の格好しろよ。それじゃあデートだよ。俺今日デートなんですよ。なんだバカ野郎。退院して家に帰ったら女房と子供が背中向けて座ってるんだよ。お世話になりましたって。俺の体がこんな風になったら簡単に出ていっちゃうんだからよ。兄弟、向こうと早く手打ちした方がいいんじゃないのかな。ずいぶん弱気になったじゃねえかよ。昔みたいにいかねえよ。年食っちまった。幹部連中が俺にお前取れって。お前が気になるし俺のことも信用してねえ見ててよ。いやどれ、よせよ。兄弟分だろ。元判明の幹部もいますから腹ん中見てみないと分かりませんよ。おい松本、今俺のこと言ったのか。俺が腹黒いってのか。おい道具持ってこい。はい。見てもらおうか。腹立てるだけ。タクシーの運転手は気楽でいいですよね。好きな時間に寝られるんですから。だったらお前タクシーの運転手やれよ。いや運転下手ですから。局に決まってんだろ。バカ野郎寝てんだろ。お前が下がれよ。うまい間な。タクシーの運転手には優しいな。麻雀どうだった。また負けたのか。バカ野郎、この車防弾じゃねえのか。死んだらどうすんだこら。あっ、予選会。何が予選会だバカ野郎。俺はな、関西弁が大嫌いなんだよ。どけよ。俺今外で死ぬとこだったわ。このままだったら花火師がいい笑いもんだぞ。親に向かってなんだその口の利き方は。親も困るかよんだら。おい中田、お前子分のくせにそんなこと言ったのか。何、お前らも裏切るのか。てめえら覚えとけよ。